ラジオエジです。5月16日、月曜日22時55分です。奇跡的に早い。ラジオエジの、夜トレイ <music> なんでこんな早いかっていうと、わからない。<laughs> 今日は何か、えー、進行がうまくいきましたね。はい、で、早いです、えー。今日のテーマです。ただ やったー、空売り株がストップ安ー。やったー、空売り株がストップ安ー。はい。そんな感じでえメールをいただいておりますので、見ていきたいと思いますけれども、うーんとこの動画はラジオエジの、えー、雑談と投資相談室,室でございます。えー えー、皆様からのメールをお待ちしております。こちらがあってきです。ただ、ね、えー、こちらにメールをください。投資事の投稿フォーム、または直メールでください。で、いろいろなことを言いますが、えー、自己責任で投資はやってくださいね。はい。ということで、えー、週末土曜日、えー、静岡に行ってまいりました。 えー、天気が土曜日か日曜日かどっちかに行こうと思って、ね、天気がいいのどっちかなと思って天気予報を調べたら土曜日だったんで行ってまいりました、えー。ちょっと写真をお見せしましょうかね。真っ暗いないかい。はい。これね、えー、これね、えっ、ー、と、これと、これ、えっ、ー、と、これがね、えっ、ー、と、 タゴノウラっていうところがあるんですけど、タゴノウラ、うち出てみれば何たらのっていうね、歌がありますよね。あの,田の浦、タゴノウラにある、富士の国タゴノウラ港公園っていうところに行ってまいりまして、で、その土曜日はね、なかなかあの富士山がお出ましにならなかったんですけど、えー 出てまい、出て、出てきてくれたの5時ぐらいかな夕方の5時ぐらいだと思うんですけど、5時ぐらいに富士山がね、お出ましになりました。ちょっとね、縦の動画、動画じゃないや、あの画像なんであんまり良くないんですよ。もうちょっと本当は横の画像で撮るとよかったんですけど、えー、夜撮レのことをすっかり忘れてて <laughs>、夜撮レで、えー、紹介するっていうことを忘れてて、縦画像になってしまいました。これあの同じ、両方とも左の写真も右の写真もね、あの富士の国、えー、高野浦、 えー、港公園っていうところで、えー、撮った写真でございます。えー、そしてもう一枚、これですね。これもその、これもね、アングルが違うだけで、これもね、富士の国、えー、田子の村港公園なんですけど、知ってる人は知ってると思いますけどね、この長い道があるの。これ横で撮って、これは良かったですね、割とね。長い道があって、この長い道がね、1キロぐらい続いてる感じ。 でここ走ってみたいなと思ったんですけどね、ダーッとこう、ダーッとこうね、遠いんですよね。果てしない道が。で、こんな感じで広い公園なんだよね。で、まあ、振り返るとこんな感じで、えー、富士山、えー、とか、芝生もありましてね、えー、振り返ると富士山、そして芝生に富士山、そして富士富士市なのでね、 左の写真の一部にこう赤白煙突が入ってますね。これが残念ですよね。あの、例えば、どこだっけえっ、ー、と、観光地なんか行くと結構景観を、えー、綺麗にね、えー、するために、コンビニがなんか色が毛ば、えー、くなかったりになってたりとか、色い々ろいろ配慮されてるじゃないですか。だけど、この富士市かな富士市はあの新幹線から見てもこの 赤白煙突がね <laughs> どうにもこの富士山とそぐわないっていうねのがありますけれどもねな感じで、えー、僕はこの特にこのこの風景が非常に気に入っておりまして、えー、向こうにね、えーえー、まあ第二スタジオを持った暁にはね、えー、ここを走ってみようかなと思っておりますけれどもねはい。 えー、ということで、えー、静岡に行ってまいりました。おい。さて、相場なんですけれども、今日は、えっと、これがドル円ですね。ドル円が僕は下がってほしいということで、非常にこう祈ってるんですが、下がりませんですね。えー、今日まだこんな感じで、えー。でもね、僕の思うにこれ、えー、金、あ、木、金、月なんですけど、 まあまあ、ちょっと下がり気味になってきたんじゃないかなって思います。で、明日が勝負ですね。明日上に行かれちゃうとダメなんだけど、下に来れば、まあ、ちょっと調整入ってくるかなっていう感じです。ではなかなか下げないね。えー、まあでも、こういうね、デッドクロス局面、えー、では、そんな簡単には下げませんので、えっと、ここが7月か。まあ、 えっとここは4月ですね。こんな感じのデッドクロス局面になるのではないかということで、都合の良い,いことを考えているわけです。こんな都合はよく行くわけないよね。<laughs> でもまあ今回は少しいい調整が入ってくるんじゃないのと思ってますけどね。こんだけ買われては何も調整しないっていう、そんな相場知らん。<laughs> 知らんっていうか、そんな相場見たことがあまりないんだけど、まあそうなるかもしれないですね。でもまあ今日、 えー、僕は今ここ129.3とかで売ってるので今日たびたびオーバーする、えー、局面があって嫌なんだけどまあしょうがないですねまあそういうまあこれ一応僕は冷やしでこれ下がってくるって予想していてんでまあ、あのー、今ここ売り回しをいくつかかけてるわけね目いっぱい。 で、下がらなかったら、まあ、切る、みたいな感じでやってるんですけど、まあ、できるだけね、あの、売り増しをかけておかないと、平均売り値を下げられないんで、で、そんな風にやってますけど、下がった方が、ね、嬉しい、えー、ジャコさんとかね、僕とか、ね、えー、そういう方々の願いが届くのか。<laughs> 届くわけで届くわけないんですよ。こんなもの。届くわけがないんですよね。 もう勝手に動いてるやつですからね。はい。えー、ということで、えー、今日もね、メールを、皆様、ありがとうございます皆。皆様からのメールを紹介させていただきますが、しょぼいサラリーマンさんから、えー、いただきました。もうこの辺のあの、レギュラー陣の方って本当にね、素直な方多くて、えー、しょぼさらさんメールくださいね、とか言うとね、すぐメール来るね。あと最近欠席がちょっと目立つのが家舎さんですからね。<laughs> <laughs> こうやってプレッシャーかける <laughs>。A さん欠席目立つかなねええー、大丈夫ですかねちょっとね。<laughs> あとはどうなんだうんと、まあ、レギュラー人の方々ね。えー、翌深姉妹さんとかからも、最近少しメールが。ああ、そうだよね。キャノンばあちゃんは今、テスラばあちゃんになってるんだけど、大丈夫かなちょっと下げてますけどね。しょぼさらさんからいただきました。ラジオ映画様、こんばんは。しょぼさらです。いつも動画配信。 ありがとうございます。そろそろメールさせていただこうと思っておりましたが、若干の催促がありましたのですぐにメールさせていただきました。素直 <laughs> 素直。さて、以前より相談させていただいておりました太平洋金属5 5 4日ですが、プラスで手仕まいできましたええー、わー。プラスすごいじゃんね。ラジオ屋さんのアドバイス通り、5月10日の決算を待ってから、 動こうと思い、様子を見ておりましたが、前日の段階で3200円まで下がり、3155で売っていたわけだけれどもということですね。1時は15万円ぐらいのマイナスが5000円となったので、損切りするかどうか非常に迷いました。つまりは、まあ、決算の前日にね、決算またぐかどうか、決算をまたぐか、またがないか、また、迷ったわけね。えー、ラジオ屋さんの格言、 損切りはしない。まあ、これもね、どうかと思うんですよ。損切りはしない。決算はまたがない方がいい。決算と FOMC と雇用統計はまたがない。ね。えー、あとは何だろうな。またがない方がいいもの。まあ、ありますね。いろいろね。<laughs> あります。えー、またがない方がいい。奥さんとかまたじゃないでしょう。<laughs> 絶対ないでしょう。ね、えー。えー、ラジオ屋さんの格言。 ですね。揺れ動いてるんでし要するに、まあまたがない方がいい。最終的には、まあどうせ3ヶ月上がるの待ったんだから、また上がってももとう,うか。だから、決算またぐか。っていうことでね、ね、えー、またいたということですね。そしたら、なんと、引け後の決算発表で悪材料、その後の PTS でかなり値が下がりました。やったーと思い、翌日は休みだったため、明日 朝からゴルフの練習をしながら9時を待ちましたが、9時を過ぎても寄りつかず、これはかなりの取引量だなと、ニヤニヤしながら待っておりました。しかし9時15分を過ぎても寄りつかず、おかしいなと思い、さらに待ちましたが寄りつかず、これはまさかと、遅すぎる気づきでしたが、ストップ安です。ね、売った銘柄ストップ安、買った銘柄ストップ高、皆さん経験ありますか 売った銘柄がストップや買った銘柄がストップ高。これほとんど経験ない人多いと思うね。買った銘柄がストップやすとか <laughs>、売った銘柄がストップ高は何回もあるけれども、買った銘柄がストップ高だ,だったり、売った銘柄がストップ安っていう都合のいい方の動きは、まあないね。まあない。だからこれ諸母さ,さんね、これね、まあこれほとんど今年のこれあの、運を、 使い果たしたんじゃない <laughs> だって、売った銘柄がストップやすってないよ。逆はあるけどね。初めての経験でした。しかし、手放しでは喜べませんでした。逆の結果もあり得たわけです。そうですよ。ストップ高だったらどうするんすかね。今回は運よく切り抜けられましたが、紙一重ですよね。改めて投資は怖いなぁと思います。本当に怖いね。 できれば、やらない方が良いと思いつつ、よし、次はアメリカ相場に殴り込みだーと CFD でダウ買ってます。全然これ。やらない方が良いっていうのは、全然これ。全然実感がない、こ,、ま、こもってないね。<laughs> やらない方が良いと思いつつ、ダウ買ってます。まあね、ダウだったらまあ戻ると思うんだけどね。今日ダウン、あ、そうそう。ダウン調子悪いんだよね。多分ね。ちょっと見てみよう。よくダウ。ね、シょボサラさん買っている。 ニュー,ヨークダウちょっとほら、ね、5MA からこぼれ気味なんだよね、ニ2億ーーダウおおーい、でしょか ?SP はどうだ ?SP はなんとか引っかかっています。すみにはすみにはこれ引っかかってんのかなんとか引っかかってますね。<laughs> 5MA に <laughs>。いやー、むなかしいなで。今日は一番、 ねえ、ダウがちょっと弱いかなねまあでもダウが一番僕は反発力は強いと思いますけどね。それで、ショボトレですので、3ロット平均3万1750。うん、もういいじゃん。もう利が乗ってんじゃん。5円目を抜いてきたので、このまま上昇してほしいです。そうですね。それと、会社の後輩に促され、初めて仮想通貨リップルを10万円分購入しました。<laughs> 全然、できればやらない方がいいって、これ、ここの、ね、ここが、<laughs> ここが全然、これ、ね、変。<laughs> 全然、リスク取,取り、取りまくってるじゃないですか。<laughs> ちょっと <laughs>。ここはうまい。ここうまいんで、いいんですけど、このリップル10万円これ、まあいいんだけど、 持ち金着さんじゃないですが、仮想通貨のことは全くわかりませんでしたが、株式相場同様、かなり下落していたため、買ってしまいました。まあ多分儲かってんじゃないでも。あの、えっと、今、あの、リップル多分上がってるんじゃないちょっと持ち直したんじゃないかな。ちょっと待ってね。リップル。まあと、といえ僕もね、携帯でパッとこう、リップル価格とかね、わかるようにしてるんだけど、 あ、出てこない。あ、出た。えー、リップル、リップル、リップル。あ、やばくない。あ、やばくないこれ、リップル。ちょっと。いつ買ったかわかんないけど、うんと一週間で。ちょっと危なっかしい動きになってますね。うまい具合に変えてればいいんだけど、うん、ちょっとプラス出てんのかなよくわかりませんけど、まだ安いですね。リップルは、今50円ぐらいなんだけど、えー、リップルはね、高い時は400円ぐらい確かあったんでね。安い時は10円、20円。 10円ぐらいできありましたね。まあ、あいろんな値段ありましたけどね。リップルってちょっとね、仮想通貨の中では性質が違うんだよね。えぇ、ー、購入後、すぐに損益はマイナス5000円となっていました。手数料が5%もかかるのかな仮想通貨の手数料高いんだよね。<laughs> えー、と思っておりましたが、後で調べたら手数料0円。ただ単に購入後、下落しただけでした。ね で、これね、ほんと危ないですよ。よくわからないものには手を出しちゃいけませんね。今後は CFD のトレードで宣伝します。また経過報告させていただきます。引き続き、お体には気をつけてお仕事頑張ってください。消防したらあります。ありがとうございます。ま、ああの、でもあの、リップルはね、まあ、あの、割と手堅いんで、90円ぐらいまでは上がる、戻ると思うんですよ。あの、えっと、ビットコインが上がってくればね、ビットコインに結構連動するんでね、 ビットコインが今380万なんで、ビットコインが、えー、まあ500万に接近していくような動きになれば、リップルは多分80円、90円になるんだよね。だからそれって結構儲かるんで、えー、これで味を占めるかもしれませんけど、まずあの、リップルの場合は、仮想通貨の税金の進行がめっちゃくちゃや,ややこしいんですよ。で、クリプタクトっていうね、あのサービスがあって、そのクリプタクトっていうソフト サービス。で、えっ、ー、と、計算すれば、なんとかできると思うんですけど、申告がめっちゃめんどくさいです。もう買ったら最後、申告超めんどくさいです。<laughs> で、あとは値動きが荒い。そして、えー、下手すると、えー、仮想通貨は、えー、盗まれるんですね。まあ、もちろん普通に持ってる限りは大丈夫です。証券会社に入れてる限り、証券会社とか仮想通貨の、えー、なんだ、売買会社。 に入れてる限りは GM コインとかね。大丈夫ですけど、そこがやられて、えー、取られちゃったっていうのが、クイえー、コインチェック事件がありましたね。それから、あとは財布もやられましたね。で、それで、えらく暴落したわけで、あの財布事件とコインチェック事件がなければ、えー、まあ、なくてもダメだったかもしれないけど、<laughs> なければ、僕なんかは、まあ、あの、結構、仮想通貨で儲かってたかもしれません。 で、これはあんまり良くないのでね、えっ、ー、と、まあ、わかるけど、えー、あまり、えー、推奨しませんね。仮想通貨本当にリスクがでかいんでね。で、もともとあの仮想通貨ってのただのデータだから、何のこう裏付けもないみたいなもんなんですよね。で、まあ、そこに根はついているんだけど、なんか危なかしい部分がやっぱあるし、えー、ね、なくしちゃうこともあるしね。扱いによってはね。 なくなっちゃう。あの、会社に入れてたのに取られちゃったとかある、あるしね。<laughs> まあ、あんまり脅してはあれなんだけど。まあ、大丈夫だと思いますよ。今、どんどんセキュリティも上がってるからね。最近、あんまり盗難事件、ハッキング事件、あんまり聞かないよね。あ,あるけどね。あるにはあるけど、日本の会社では出てないと思うけどね。ハッキング。まあ、あんまり、本当によくわからないものを手を出さないようにしましょう。で結局、ショボサロさん、結局あれですよね。あの、 うちの規定をほとんど守ってない。決算はまたぐはさ、ねえ <laughs> 知らう。知らんやつを買うはさ、ねえ。あかん <laughs>。あかん <laughs>。あかん <laughs>。<あかん笑>まあでもね、人のことは言えないでね、僕もね。あ,のあかんとれるばっかりやってるから。まあ今は、あのドル円とナスでまあ、つかむ。 綺麗に捕まってから何もできへん。何 <laughs> もできへんけどね。まあでもこうやって楽しんでいただければいいと思うけどね。うん。でも本当にそれぞれね、まあ、あのー、リスクもあるので、本当気をつけてやってくださいで。本当はやっぱりね、調べてから買わないといけなくて、仮想通貨にもいろいろあるので、リップルはね、ちょっと中でも性質が違うんですよ。な <laughs> んでね。 できれば僕はあのビットコインの方がいいと思いますよ。だから仮想通貨の中で一番まともなのはビットコインで、ビットコイン以外の仮想通貨って全部ね、いつなくなってもおかしくないみたいな、結構脆弱なんだよ。ビットコインもいつなくなってもおかしくないんだけど、一番あれがね、あの根強いんでね。他の仮想通貨は結構脆弱なんでねあの。仮想通貨やるんだったらビットコインをちょっと買っとく。んで、他のものには手を出さない。 で、ビットコイン、最近は下がってるけど、まあ、多分上がると思いますけどね。えー、ビットコインいくらまで下がった結構下がったんだよね、今回。えー、いくらこれ。340万ぐらいまで下がって、今380でしょまだこれ安いんだよね。まだ安いです。700万ぐらいもあったからね。まだ安いけど、うん、でも、10万の時もあったから <laughs>、ものすごい荒いんですよ。もっと安い,という時もあったから、はい。 ものすごい偉いの。もうリップルなんか10円になっても知らないからね。<laughs> めちゃくちゃ言ってる。いや、本当なんですよ。本当にリップルいくらで買われたかわかんないけど、10円になってもおかしくない。ので、そういう本当にね、10円から100円ぐらいの間間かな。で、最近は動いて、10円から120円ぐらいあったかな。まあ、そんな感じです。なんで、あの、仮想通貨の場合特に、あの、バーッと上がった時に、もうそれでもうさっと売っといた方がいいですよ。バーッと上がったらパッと売る。 でバーッと上がった時にもっと上がるんじゃねえかなでも絶対下がるから。<laughs> バーッと上がってきたら、うわーっと上がって、うわ、高いなと思ったらパッと売る。ね。それがすごい大事なんだね。仮想通貨。えー、あ欲張らずにパッと売ってください。で、税金の申告大変だけど頑張ってください。<laughs> 税金の申告大変だよ。本当に。消防ボサラさん、ごめんなさいね。あの <laughs>、変なこと言ってごめんなさい。えぇ、ーね、ショサラさんありがとうね。 僕もね、同じなんで <laughs>。まあ、そうだね。まあ、だから FOMC またぐな、決算またぐな、えー、なんだ、雇用統計またぐなとかあるけどね。まあ、僕も結構またいたりします。<laughs> たまに、えー。自分で言ってて、まあ、だから僕もしょぼいトレードしましょうね。しょぼ取れしましょうねって言いながら、今全然しょぼ取れになってないしね。誰のことも言えません。<laughs> えー、ワイワイさんからメールいただきました。ラジオ屋さんはいつも楽しくためになる動画をありがとうございます。ラジオ屋中毒、恋の難品師、正直不動産、恋のチャートリーダー、ワイワいです。いっぱい肩書きつきましたね。もちけんシェさん、素敵な肩書きをつけていただきありがとうございました。でも心はいつも少女さんの,今の恋の天バがご主人には到底かなわない気がしたになりません。あんな買ってるわけねえよ。<laughs> あの、あの人には勝てないよ。ね。無理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 無 できないお姫様扱いというか言ってたけど、あれはもう国宝とか天然記念物っていうね、感じですね。うちのあの、あの、そばに江奈峡という観光地があってね、こういう、こういう、あの、天然記念物、火災岩っていうのがありまして、<laughs> こ根元がこうなって、こう上に開いてる、こう、傘、キノコみたいな岩があってですね、それを火災岩って、これは天然記念物になってるんですけどね。 あれ僕子供の頃からずーっとんですけど、そのうち倒れるだろうと思ったけど、ね、まあもう僕が最初に見てから5、60、60年、50年は言うに、55年は経ってると思う。5歳ぐらいの時見たからね。最初に多分。ね、倒れない <laughs> れあ。あの、定年記念物としてね。えー、ほんとあれよく倒れねえなと思うんだけど、うちのあの、この場所ってね、地震があまり起こらないんだよね。 で僕が今62年住んでるけど、えー、多分僕の記憶で、震度4が最高なんですよ。それ以上の地震はないんですよ。地震が少ないんですね。えで、ーね、えー、天然記念物扱いの天パ川ご主人には到底かなわない気がしてなりません。ラジオ屋さん、餅巾着さん、大変残念なお知らせがあります。私、ワイワイ,イニシャルではございません。ちょっと待って。ちょっと待って。 私、ワイワイイニシャル。イニシャルではありません。怒りますよ私、ワイワイは、イニシャルではありません。怒りますよ怒りますよ <laughs> 怒りますよって。大した意味もない。何大した意味もない。盛り上がっていただ,いただくたびに、いたたまれない気持ちになりますので。 この際、夜トレ上では、もち金茶さんのご想像された、横山康文さんを通りだとして使っていこうかと思います。yy さんあれなんだね。じゃあ、イニシャルじゃない。yy みたいな感じじゃあ、どういう意味なのわい yy 騒いでる感じ。まあいいや。横山康文さんね。はい。<laughs> 山,山田義行さんじゃない。<laughs> 横、横田、横田、よ、いや、ま、あい,いや <laughs>。さて、今回も、イいシャルじゃないそうです。もう、チキンちゃんさん、ねえ、裏切られましたね <laughs>。さて、今回は r 式 f x 投資法通りの完璧なトレードができたような気がしまして、ご報告したく、えー、メールを差し上げた試合です。さすが弟子じゃ。ね。え <laughs>、弟子って勝手に。 今回、クロス円通貨の円安に伴い、私はユーロ円でトレードを行いました。なんでユーロ円を選んだのかそれはスワップ金利です。ユーロ円は売りから入ればスワッププラス。合ってますよね合ってます。ので、長丁場になっても精神衛生上まだマシなのではと思い、ユーロ円を選びました。正解です。<laughs> ドル円売ってるやつアホです <laughs>。 ドル円売ってるやつ毎日毎日スワップだけえよスワップだけえよスワップ金利が高いんだよね。ユーロは売っててプラスなんだよね、スワップね。というのも以前、ユーロドルを買いから入り、2、3ヶ月かけてようやくプラスに転じて、4、5万ぐらいの利益を出せたんですが、なんだかんだで数千のスワップ金利が変わりました。僕も数万円来てますからね。 まさに高がスワップされてスワップを実感したトレードです。えー、プラスにもマイナスにも積み重なれば結構な金額になりますし、最終的にスワップ金利のマイナスを含めてもプラスで割れればいいのですが、えー、それでもトレードでマイナスに触れている時は地面にボディーブローネに聞いてきます。本当にそう。僕も今マイナスのスワップね、結構来てるんだけど、まあ結構どうもう七八万来てかなちょっと見てみようか。結構来てるんですよ。まぁ、あ、あんまり見たくないけど、 結構来てるんですよね。あんまり見たくないな。えっ、ー、レード。うわスワップだけで8いへ来ています。<laughs> スワップだけで8倍への場合だ。えー、ということで、えー、ユーロ円の売りトレード結果はこうなりました。売り、3月22日、132.9201ロット。3月28、 2円開けて134.9201ロット。次、また2円開けて136.920。次、また2円開けて138.9201ロット。うまいなんかいいのがいいかうまい <laughs> いいトレードしますね。2円開けて積み重ねていった。ここで、平均売り値が135.92になりました。なりますね。はい。 ね、133.817で全決済。プラススワップ金利846円。利益84,120円。ラッパー鳴らしてください。うん、<laughs> うまい。こういうトレードがやってみたい。<laughs> 今もう捕まってるから何もできん。捕まってるからスワップ金利がグルピー。 きっちり2円ずつ差し値入れて、本当に機械的なトレードを心がけました。そうなんですよ。それがいいんですよ。理覚もいつも欲張りすぎて、結局理覚できないことが多かったので、ガツンと円高に触れたタイミングで思い切って、パッと理確しました。さっきの仮想通貨みたいな感じで、わーっと上がった時に、わーこれ上がったと思ったら、パッと利確した方がいい。目立って上がった時って目立って下がるし、目立って下がった時って目また上がるからね。 で、ユーロなんかも今回、うわっと下がってから、バーンと上がったじゃん。ね。スワップ金利がプラスになるので、強制決済されないように、えー、資金は扱いされないように、資金を厚くしておけば、ロットが少ないから、いつまでもう戦っていけると思いました。そう、このロットだったら戦っていけるね。ラジオネさんがいつもおっしゃる通り、相場は呼吸のようなもので、吸って吐いてを繰り返すと。であれば、いつかな、 とかなるのではないかと思いながら、比較的余裕のあるトレードができました。結局のところ私は仕事もしておりますので、専業トレーダーにはなれません。ああ、ならない方がいい、ならない方がいい。<laughs> 材料団なんだと調べる時間も、ああ、調べても無駄、調べても無駄。<laughs> 特別な人脈、ああ、人脈いらない、いらない。あの、よくさ、なんか、俺は何でも知ってるみたいな人いるけど、あんな嘘だから。いや、いるかもしれないけど、それって犯罪するするだから。<laughs> 大口投資家からどうだとかそういう情報を知ることも得ることもできません。まあ、これもね、いい加減なもんだと思うけどね。ええー。いや、そうでもないのかね。ある人だけはこれ知ってんのだったら調べれるはずです。その人だけはわかっている情報っていうのは基本ないし、誰だけが知ってるって情報っていうのは逆に怪しいと思います。あの、公のデータじゃないからね。見落としがあるんじゃないので僕は思うけどね。 証券会社やそういう環境で働いている方には情報流では絶対に勝てないでしょう。つまり、そういった情報が織り込まれているチャートを頼りに手離れが良い機械的な逆張り投資法が自分にはぴったりなんだと思います。うん。あとは、ショボテル意識する。欲張らない。ラジオエジの甘い誘惑に負けない。これは。えー、おちぎんちゃくさんの、あ、銀安いっすね。か <laughs> ら、何 銀という、この気持ちがめっちゃ分かります。買いたくなりますよね。以前、ルトりで取り上げていただいたブロックだけではなく、まあ、アメリカ株は右肩上がりだから大丈夫でしょう。<laughs> と、よく考えれば、考えず、ラジオさんの、これ安くないか <laughs> これ安くないかの甘い誘惑に分けて、 えー、試し買いをした銘柄たちが実はいくつかマイナスを抱えて。ごめんねー。申し訳ありません。本当に申し訳ありません。本当に申し訳ありません。本当に申し訳ありません。ねこれはまた別の機会にご相談させてください。えー、自己責任というのは重々承知しております。責める気持ちなど、妄想ありませんのでご安心ください。 持ち巾着さんもきっとそうです。まあね、でもね、まあ僕はね、言うよ。言う。あかん。<laughs> 言,うね、言うね。銀、これ安くないですか <laughs> これあかん。<laughs> あかん。<laughs> あかん。これね、アメリカ株はまあ右肩上がりだから大丈夫っしょ。<laughs> 上がらんやんけ。なんでやねん上がらんやんけ。 それにしてもトレードって楽しいですね。まあね。トレード始めてまだ1年くらいですが、気がつけば土日は何か物足らない症候群にかかっておりました。トレードもない。ラジオエジの動画もない。土日は何か物足りない。これをラジオエジシンドロームと名付けていいですか知らん僕は関係ない、そんなの <laughs>。ってさ、土日に虚しいっていうのはこれね、単なるトレ中ですから。トレ中ですから。本当に。 本当にトレーチューですから。まあね、僕はもう土日は全然物足りなくないんですよ。逆に安らぐから。<laughs> 逆に安らぐから。でもね、土日物足りない時期もあったよ。ありました、ありました。それはやっぱりトレーチューの時期。今は結構ね、もう冷静になってきてるから、土日安らぐんだよね。まあ、不動産賃貸の仕事、土日がメインなので、それもちょうど良いのかもしれません。ああ、なるほどね。仕事に集中できるというね。 ああ、月曜日が待ちるしいって何それ。こういう気持ちになってるのはもう本当あっかーんってやつなんだけどね。えー、これからも動画楽しみにしています。よろしくお願いいたします。わいわいさんね。えー、わいわいさん。えーよ、横山、えー、やすしさん。<laughs> 誰やってる横山やすしさん。やすしさんからいただきました。わいわいさんからね。あ、じゃなくて、えっと、んだっけ。えっと、誰だっけ。<laughs> えーと、誰だっけどこだっけ、えー、どこだっけあー、あ、もっと上か。もっと上。何回だ横山康文さんね。横山康史さんじゃないんだね。はい。覚わな。<laughs> 覚え、覚えられません。えー、と、いうことで、えメ、ー、ールいただきましたけど、まあでも上手なね、あの、トレードされましたね。 でこういうふうにやればね、まあ大体勝てるんですよ。本当に。まあほぼね、勝てるんですよ。これだから昔ね、あの本当に何十万円っていただいて教えてた時期あった。<laughs> すいません、その頃お金いただいて、習っていただいた方ごめんなさい。<laughs> もうごめんなさいしか言,言えないじゃん、もうね。ね。なんですけどね。でこれ本当にね、有料級のあ情報だと思うよ。うん。こういうふうにやれば大丈夫。ね。 えー、ああ、そうだ。今日はあれだ。FX 必勝法っていうふうにこれね、夜取れのタイトルすればよかったね。やったから売り株がストップ株、ストップ安じゃなくて、FX 必勝法ってやればよかったね。<laughs> その方が再生伸びるよね、きっとね。まあ、後で気づいても遅いね。これ作ってからやるからね <laughs>。次。YY さん、ありがとうございました。えー、次の方、YS さん。 コ肉はが実れたほか、こんにちは、久しぶりにメールし、あ、メールが出たい。ごめんなさい。えー、YS さん、YS さん、こんにちは、久しぶりにメールします。ラジ中の YS です。もちろん、ラジオアジの動画毎日欠かさず見ています。土日祭日は、ラジオアジの日記帳、ラジコン飛ばし、ウクレレ教室など過去の動画を見ています。懐かしいなぁ。僕のまだ若かった頃ですね。 今の僕はこのぐらい。このぐらいですけど。今一緒いいかし昔はね、若かったよね。これでも今あの最大限若いわけだ。これまたあと5年後に自分見ると、シょーンとするでね。私は看護師で夜勤もやっていて、普段から睡眠不足なので、おすすめ CFD やってません。やらない方がいいです。はい。 去年の150万円の損失、確定損失を何とか取り戻したいところですが、実は今年に入って、トレードに挑戦するとさらに損失が増えてしまい、トレードする勇気をすっかり失っている今日この頃。そういう時ありますね。そういう時あります。僕は今、あの、米ドル円でやられてるけど、これもうしばらく多分、脱出するか損切りするかした後は、やらないかもしれない。<laughs> できなくなるよね。こういう経験があると。 そんな私から見ると、ラジオージはドル円のナスダック、大きな含み損を抱えながらも、毅然と動画配信を続けられて、本当にすごい、神だと思います。まあね、ありがとうございます。でも、もう慣れただけ、<laughs> 慣れただけ、時々ドヨーンとなりますよ。ドヨーン、ドヨーンでなりますよ。夜取レで3桁前から4桁前の含み損を抱え,てる抱えている方もいらっしゃるのを知って、私だけじゃないんだから、 私だけじゃないと少し励まされています。テスラとアマゾンを買ったというキャノンばあちゃんのことも心配ですが、きっと、大丈夫だって。<laughs> 上がったものは下がるでええわ。ほ <laughs> っとけええわね。と、全く同時にいるもなく、いや、持っていらっしゃるのでしょうね。今のあの、キャノンばあちゃんだからね。キャノンばあちゃん名古屋だから <laughs>。ところで私がちょっと違ってもしない。ちょっと、名古屋名よくわかんないからね。 えー、n i で買った4902ニカミノルタと4414サイエンスアーツです。コニカミノルタは450円で400株。最初は含め期あったのに決算は字で今含み損。サイエンスアーツは2800円で100株。約6万円前後の含み損です。すでに150万円の損が確定している私にとって、わずかな含み損でも大きなストレスです。1570と1357にしようと、だけにしよう。これがいいんだけどね、本当はね。 と思いながら、CFD をやっていないと不利なので、ついまた株に手を出してしまいました。公開しています。どうかよろしく。ラジオイジの大大大大ファンのラジチュー YS さんより、ありがとうございます。まあね。いやー、看護師さんのお仕事やりながら、トレードはなかなか大変ですよ。ねえ。えー、患者さんが呼んでてもね、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って。<laughs> ちょっと待って。今下がってるから待って、そんなこできない。<laughs> ナースコールあるのに、そうこれはあかんわ、みたいなね。あ夜に CFD 見ながら、これ、あこれチャンスやん、みたいな。ナースコールなってるよ、みたいな。それでは、ダメですね。まあ、そんなんないと思う。もちろんないと思いますけどね。えー、ちょっと見ていきましょう。えー、僕が看護師さんだったらそれぐらいになっちゃうね、多分ね。あっかん。あかん。だからそういう仕事はできませんね、僕はね。 えー、九9 0 2コニカミノルタ。ちょっと見ていきましょうかね <laughs> 4。最近ね、ずっと喉の調子がいまいち悪い、よくないんでね。発生練習やった方がいいのかなあは <laughs> えー、49、うーと、えー、4902、4902、コニカミノルタ。えー、っと、これは450円で400円か。あっち四百五十円、これ、 あれだ、あのー、ちゃんとサポートラインで買ったんじゃんね。サポートラインで買ったけど、200MA が下がってるから落ちるかもしれませんね、みたいな、いい加減のことをラジオジが言ってたね。450円に1000引いときながら。ごめんなさい、僕のせいじゃん、これも。<laughs> 多分僕のせいじゃん、これ。で、これね、ここカミノルタは、今、えー、これ週足の200週移動平均が下がってきていて、あまりチャートがよくありません。 そして、日足も200日の移動平均が下がってきていて、そこで上値が重くなってきているので、少し今下がっていて、昨日と今日で陰線がドドンドドンって出てますが、まあ、あのー、これは、あの、戻るときは戻る銘柄なんで、戻るときは戻る銘柄なんで、ええー、まあ、大丈夫じゃないかと思うのは400株ですか ?400 株か。 どうしよう。ああ、でも、だから、順番に買っててて450円だったのかなここで買われたわけじゃなくて。うん、RSI がだいぶ下がってるんで、もうちょい来ると RSI が下がってそこを打って、えー、そこからは戻ると思いますが、420とか 10?410 10ぐらいは、 あるかもしれません410ぐらいはあるかもしれませんので、いや、ひょっとすると400もあるかもしれないので、このあたりまではまあ、損が、損というかマイナスがあってもまあ、許容して、で、その後は多分、上がり始めてもねこれ、上下変動してるから、こういうふうに。 下がれば上がるんで。で、今回 RSI が下がって400円近辺からは多分上がってくると思うんですよ。して上がってきたら早めに450円超えたら早めに利確して逃げましょう。これはあのちょっとトレンドが下向いてるからあんまり持たない方が長く持たない方がいいような気がするけどね。下がれば上がるので400円近辺から 戻りがあると思いますけどね。もうちょっと多分、あの、買い増しはできない状態だと思うので、耐えていきましょう。これはあり得るんですけど。4412、これ割っちゃったらどうしよう。まあ、それもあり得るのが怖いんだよね。サイエンスアーツ。えー、2800円。10株。ん ?100 株。2800円。ウィウィピ これちょっとマイナスってことですね。これもなんか怖いなぁ。グロス銘柄で寄りついたばっかりで、あ、寄りついたっていうか上場したばっかりで、一回ブームになって、もう一回ブームになって、だんだん弱くなって、下落トレンド入り手屋さんで、これはあの、このままずるずる下げ続ける可能性もありますし、RSI が25割っちゃってるんで、 で、25割っちゃって下でハイつくばってるやつは下げ続けることが結構あるんですよ。で、今あんまり反発が来てないんで、えー、でも反発来れば結構来るとは思うんですよ。だけど、反発きて2800円超えたら速攻で売り抜けてください <laughs>。これはもうね、あのー、うんと、まあ、もちろんね、上がり始めればバババーンと上がってから、えー、いいと思うんですけど、ちょっとチャートが怪しいんで、 ええー、まあ、ああの、上がる可能性もちろんあります。もちろんあります。で、ダダっと上がればね、すごい上がるかもしれないの。えー、2万円だっ,ったわけでしょ二万、一万八千あ円ったわけでしょ上がるかもしれない。だから、上がり始めれば、スココーンパパパ,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  <laughs> パ,パ,パパパンスパパンただ、ポパン上がる可能性あるんだけど、ただ、ただ、ちょっとチャートが危なかしいのとグロースなの。グロースだから、ね、ひょっとしたらやばいじゃん。 だから、えー、プラスが出たら速攻で利確しましょう。だからもう2800手数料考えて50円とか、2800、2900円とか、その辺にもう差し値置いといてもいい。で、場中に引っかかったら売れるように差し値置いといてもいいと思うんですよね。で、やっぱりあの、こういう危なかしいチャートの銘柄ではなく、東証のプライムの上昇している銘柄、 ラジオアジが言ってるやつ。まあ、あれも当てにならんかもしれんけれども、ああいうものを、えー、買った方がまだいいんじゃないか。こういう、あの、グロースは特にね、やっぱり、こう、上がって上がって落ちてきて、もうね、上がれなくなるみたいな、あるからね。で最近、例えば、モイが上がったんだけど、あれどうなってかなああ、やっぱりね、モイなんかも、えー、一回、最初、ね、あのー、上場、下手の時はバンバンバンと上がるじゃん。 で、それでブーム作った落ちてきて、で、あとはもうどんどん落ちっぱなしみたいなことにもなりかねないんですよね。えー、グロース銘柄っていうのはあまり儲かってないからね。だから、えー、何か材料で上がるんだよ。材料とかこれ、将来期待できるよみたいな上がるんだけど、その後落ち始めると、切りはなくなっちゃう。でも、落ち続けちゃって、どこまでも行っちゃったりするんで、それに気をつけてほしいと思います。 だから、なかなかね、グロース銘柄はね、えー、厳しいと思います。厳しいと思いますね。<laughs> マジで。まあ、グロース銘柄。東証グロース銘柄。ちょっと見てみよう。東証グロース銘柄。売買バイレギンの多い方から。結構こんな感じでね、荒いでしょ。動き。で、ベースも落ちっぱなしだし、こういうのもね、やっぱり結局右肩下がり、今は、 特にそうなんかもしれないけど、結構右肩下がりになってたりとか、暴れた後で落ちて上がれないとか、ね、これもそうだけど、ワン、ツー、スリーってこう、なんかこうね、上昇のブームを作って、でまた下がり始めちゃってるとか、これはただ単に値動き荒いとか、これもブームダメってフロントよね、 これも今、あの、ちょっと前まで生やされてましたけどね。で、これはまだブーム、ブームなんですけど、これが下げに入ると怖い。だけど、こうやって一回下げに入った後また復活ってのもあるからね。グロスの場合。で、これなんかも、えー、まあ、ちょっとブームが何回かあって、下げに入ってもう上がれないみたいなね、感じになってるわけでしょ。これも、 創生はまあ上がったり下がったりでね、結構話題になる銘柄ですけど、今下げっぱなしでしょこれもブームがあってから下げていると。これもまあただただブームはあったけど、わオ、わオ,ーオーってブームあったけど、下げっぱなしで今の、えっと、サイエンスアーツなんかは、このめ、こんな感じの銘柄にも似ていて、で、陰線が多いんだよね。だ寄りついたら売られる。寄りついたら売られるみたいなことになりかねないんだよね。 グロースメーガン。なのでね、グロースはできるだけワインさん避けていきませんかと思いますけどね。大事なお金なんで、夜勤もあって、ね、夜勤もあって稼いでるお金なんで、<laughs> 本当に、えー、くれぐれも大事にしていただきたいと思います。まあこれ、このメールの、あのー、タイトルはもう、うあのー、投資なので本当にやめたいみたいなタイトルになってましたけどね。 まあ本当に、せっかくのね、えー、お勤めをしていただいて、せっかくの貴重なお給金でございますから、お給金。本当に大事にしてください。はい。えー、皆さん、株はやらない方がいいですよ。<laughs> こればっかりだけどね。本当にね、やらない方がいい。バイバイああ、もうわ終わるね。<laughs> 終わる。いきなりバイバイ。えーえー、お楽しみいただきました。えー、ラジオアジの夜トレですが、今日はこの辺でお別れしたいと思います。バイバーイ。バイバーイ お疲れ様でした,でした今日はカラ、えー、売り株がストップ安という運を使い果たした <laughs> 運を使い果たしたしょぼさらさんのメールを紹介しながら <laughs> ごめんごめんごめんなことあままだあるよ <laughs> まだあるまだ運あるよ、ね、でもなかなかね僕自身本当に売った銘柄がストップ安なんて一回もないね 買った銘柄がストップエース、売った銘柄がストップだから何回もあったね。<laughs> 何回かあったけどね。だからね、なかなか本当に良かったね、ショボサラさん。大丈夫です。まだ運はあります。<laughs> まだ運あります。<laughs> のでえ、頑張ってください、皆さん。えー、明日も頑張りましょう。ラジオエジでした。